はい、皆さんお疲れ様です。エフェクツエフェクツ小出です。今回は電子部品の最も基本的なパーツである抵抗器の話をします。では行ってみましょう。最初にエフェクターでよく使われる抵抗器3種類をざっくりと解説しておきます。まずはカーボンと金比の2種類から。カーボン抵抗は正式には炭素被膜固定抵抗器、金比は金属被膜固定抵抗器と言います。カーボンの特徴はとにかく低価格で汎用的、いろんなところで利用されています。金比はカーボンより誤差が小さいので、より精度の高さを求められる用途で利用されます。精度だけを考えればカーボンより金比の方が優れていますが、誤解しないでほしいのは、エフェクターの場合精度が高いイコール音がいいと簡単にはいきません。次に紹介するソリッド抵抗は精度が悪いにもかかわらずこれを好んで使う人もいます。これはカーボンコンポジット抵抗とか炭素体抵抗とも呼ばれていて、ヴィンテージものに使われている歴史のある抵抗です。精度は悪く温度係数も大きいので、電子回路の世界ではほとんど使われなくなりました。そのため製造もされなくなってきて、結果的に値段も高くなっています。ですがソリッドならではの音を求めてあえて使用する人もたくさんいます。僕はといえば抵抗による音の違いが正直わからなかったりするので、カーボンばっかり使っていますが、結局自分の気に入ったものが見つけられるか、それが重要だと思います。1キロオームや10キロオームはキリがいいのに、 4.7 キロオームとか51キロオームとかなんとなく中途半端だなと思った方はいませんか？ 4.5 キロとか50キロでいいんじゃないかと感じる人もいるんじゃないでしょうか。回路を設計するとき計算して電子部品の値を決めていきますが、計算上抵抗の値が 4.5 キロオームになったとしても 4.3 キロや 4.7 キロといった値のものを使います。それはなぜでしょうか？答えは4.5 キロオームの抵抗がないからです。え、そんな理由？という声が聞こえてきそうですが、もし抵抗を1オーム刻みで製造するとなると、1オーム、2オーム、3オーム、4オーム、5オーム、6オーム、96オーム、97オーム、98オーム、99オーム、100オームと、ここまでで100種類、そして101オーム、102オーム、103オーム、104オーム、105オーム、100オームとやっていったら、とんでもないことになるのがわかりますよね。1メグオームまでこの調子でいったら100万種類になってしまいます。そこで適度に間引く必要があるんですが、この間引き方にルールがあって、ある指数によってその値が決められているんですね。じゃあその指数って何ですか？という話です。先に答えを見せるとこんな感じになっています。これは E 系列という表で等比数列で表されています。厳密に言うとわざとずらしている部分もあるので完全な等比数列ではないんですが、いやいや等比数列とか考えなきゃいけないの？という声が聞こえてきそうなので、難しいことは省略しますが、抵抗の値はこの E 系列をもとに製造されているということです。この表を使うと何がいいのか簡単に説明しておきましょう。この表の E24 を見てみます。抵抗の値はこの表にある数値、例えば47という数字を元にして470オームや 4.7 キロオームなどが作られます。で、この47という数字に対しての許容誤差を見てみると、 E24 の場合は誤差がプラスマイナス 5% なので、47は 44.65 から49.35 の範囲を持っていることがわかります。これを例えば 4.7 キロオームに当てはめると 4.465 キロオームから 4.935 キロオームの幅を持つことになります。では43はどうでしょう？43は 40.85 から 45.15 の幅を持ちます。この43と47を視覚化してみましょう。こんな感じですね。これ範囲が重なる部分が出ますよね。では全体ではどうでしょう？全体を見ると数値が存在していない箇所がいくつか出てしまいますが、 9.5 から99.55 までほとんどの値がカバーできていることがわかると思います。これがこの E 系列という表が持つ意味で、このルールで間引けば最小限の本数で大体の抵抗値はカバーできるわけです。製造コストを下げつつ実用的に使える部分を作るためのものすごい知恵だと思います。抵抗器の値がどう決められているのかが分かったところで、実際どんな感じで抵抗をチョイスしていくのか簡単な例を見てみましょう。例えば LED につなぐ抵抗はよく使われるのが 2.2 キロオーム、4.7 キロオームあたりなんですが、2.2 キロと 4.7 キロじゃ結構違いますよね。
これを解説します。まず LED は定格値が定められています。定格の種類もいろいろありますが、特に大事なものが LED を動作させるための電圧と最大で流すことができる電流です。この LED を例にすると、動作電圧は 2V、 最大電流は 30mA となっています。で、 30mA 流してもいいんですが、エフェクターのオンオフを確認するためだけにそんなに明るく光る必要もないわけで、まあ10分の1程度流してあげれば十分かと経験値から考えるわけです。もちろん経験値だけじゃなく、一緒につなぐ部品、この場合は抵抗になりますが、そういった一緒につなぐ部品の定格も考えてやる必要があります。そこで仮に今 3mA 流すことにします。動作電圧 2V で 3mA 流すのであれば、エフェクターは 9V の電源を使えますから、 9-2÷0.003 イコール 2333.33 オーム、つまり 2.3 キロオームで、 E24 系列では 2.2 キロオームあたりを選ぶのが適当となります。なぜこういう式になるのかは後ほど解説します。明るさをもっと抑えたければ、流す電流を例えば半分の 1.5mA にして、9-2÷0.0015 イコール 4666.66 オームで 4.7 キロオームとするわけです。そこで LED につなぐ抵抗といったら、特に計算をしなくても 2.2 キロオームや 4.7 キロオームを使っておけば大体 OK ということになるんですね。またこういうことを理解しておけば、 3.3 キロオームや 3.9 キロオームを使っても問題ないことがわかりますし、目的の抵抗がなかったとしても別の抵抗で代用できることがわかりますよね。もちろんこれは LED だから明るさが変わるだけなのであって、他の部品の場合はもっと回路を勉強する必要があります。では次にちょっとだけオームの法則を勉強してみましょう。文系の方もそんなに拒絶しなくても大丈夫です。すごく簡単にいきます。まずオームの法則は V イコール IR です。式を変形すれば I イコール R 分の V、 R イコール I 分の V です。これは電圧と電流と抵抗の3つの関係をオームさんが発見しただけなので、なぜそうなるのではなく、電流と抵抗を掛け合わせたら電圧がわかる、電圧を抵抗で割ったら電流がわかる、電圧を電流で割ったら抵抗がわかるという具合に誰でも計算できるようにしてくれたんです。では LED の回路を考えてみましょう。 LED は電源を直接つなぐと電流が流れすぎて壊れてしまいます。だから抵抗を入れて電流を制限してあげるんですね。そうすると、じゃあ抵抗は何オームの抵抗にすればいいのということで、オームの法則が出てくるわけです。例えばこの LED を 2V 3mA で光らせたいとします。自作エフェクターの場合は電源に 9V を使いますよね。そうすると LED に 2V をかけるためには、この抵抗の部分で何 V かかるようにすればいいと思いますか？そうです、この抵抗で 7V かかるようにすれば LED では定格の 2V が守られるわけです。そして流したい電流 3mA ですが、今この回路は通路が1本なので、電流が途中で急に増えたり減ったりすることはありません。ですからこの抵抗にも 3mA が流れることが分かり、オームの法則で抵抗値が計算できます。 R イコール I 分の V ですから、 7÷0.003 イコール 2333.33 オーム、つまり 2.3 キロオームとなるんですね。結局これは電源電圧引く動作電圧割る流す電流という計算をしたわけです。いかがですか？では最後に LED に最大電流を流さずに数ミリアンペアに抑えるもう一つの理由を話しましょう。カーボン抵抗には2分の1ワットや4分の1ワットのように定格電力があるんですが、抵抗に電流が流れると熱が発生するため、安全に使える範囲を電力で示しています。基本的には定格電力の半分以下になるように設計します。電力は I/R、 電流の二乗×抵抗なので、2.2 キロオームの抵抗に 30mA を流すとなると、 0.03 の二乗 ×2200 イコール 1.98W と2分の1ワットや4分の1ワットを大きく超えてしまいます。そのため LED に 30mA が流せるとしても、他の部品のことも考えて回路は設計されているんですね。さて今回は基本パーツの抵抗についてちょっと変わった角度から切り込んでみたんですが、いかがだったでしょうか？自作エフェクターがただ作りたいだけという方には少し面倒な話だったかもしれませんが、勉強になったという方がいれば嬉しい限りです。それでは最後までご覧いただいた皆さん、ご視聴ありがとうございました。